皆さんこんにちは。GW が終わりましたが、今どんな気持ちですか？冗談はさておき、今回はちょっと不気味な心霊映像をご紹介します。今回のはちょっと怖いですよ。福井県坂井市は、2年前に市制10年になった。市制とは、簡単に言えば市が新たに設立されることである。つまり、坂井市が生まれて10年経ったということだ。この節目に、記念としてプロモーションビデオが作られた。幸せの花、という笑顔と希望に満ちた素敵な歌とともに、市民が映っている映像が両つべにアップされている。学校の校庭や公園を背景に、みんなが手を振っている。見ている私たちも笑顔になれるようなプロモーションビデオだが、一箇所だけ不可解なシーンがある。岩場の上で歌を歌っているシーンなのだが、後方の赤チェックの男性の背後に人影のようなものが見えるのだ。男性とちょうど重なる背後に、明らかに何者かが立っているのがお分かりいただけるだろうか。背後の人物、お辞儀をするような格好で、ひっそりと立っているのだ。映像に映れば良いのに、明らかに不自然だ。さらに恐ろしいことに、実はこの場所、自殺の名所として有名なあの、東尋坊、なのだ。この背後に立っている人物は、もしかしたらこの世のものではないかもしれない。この映像は今でも両つべで視聴することができる。気になる方は見てみるといいだろう。なかなか不気味な話でしたね。しかも場所があの東尋坊です。せめて別の場所で映ってほしかったですね。私も映像を何度か確認したのですが、確かに映っています。調べてみましたが、場所はやはり東尋坊で間違いないです。ここが撮影場所です。結構危なくね。さて、この背後の人物をよく見ると黒い靴を履いていてズボンは黒、上はグレーの服を着て腕まくりをしていますね。腕まくりをしているということは、長袖を着ているということです。周囲の人物の服装を見ると、結構寒い時期に撮ったみたいです。この情報、よく覚えておいてください。ではこの人物、何者なのかと言いますとおそらく撮影スタッフです。この映像、ドローンで撮影されているので操縦している人かと思ったのですがさすがに、わざわざそこで操縦するわけないですね。この映像、東尋坊が映るシーンは2回あります。1回目は幽霊が映っていたシーン。2つ目のシーンは、かなり遠目から撮影したシーンです。こちらにバッチリ撮影スタッフが映っています。そして、先ほど話した特徴と一致していますね。このことから、スタッフで間違いないと思います。真相は、撮影係のスタッフが隠れていただけです。別に隠れなくてもいいと思うんですけどね。いかがでしたでしょうか？スタッフさん、東尋坊であんな映り方をしたのは狙ってたわけではないですよね。さて、そろそろ暖かくなってきましたね。夏はオカルトの季節ということで、雑風呂も何かしら新しいことやります。こいつやるやる言って、いっつもやらないよな、とコメントに書くのはやめてください。